アルコール依存症というのはですね、なかなかやめられないものでございます。僕の周りにもですね、アルコール依存症。まずですね、酒癖が悪いというのはですね、非常に、あの、アルコール依存症本当にこう、症状としてはよくある症状で。これで、鬱っぽくなる人は、あの、ふらっと自殺しちゃったりとかもします。特にその、うつ病だって自分が認識なくて、心療内科とかにも通ってないような人は、ここで、ふらっと、 自殺しちゃったりもするんですけどそれはどっちかというと結構内向的な人ですねで、ね、周りに迷惑をかけちゃう系かまってちゃう系こういった人たちは人とか物に危害を加えたりするようになりますえー、まあアルコール依存症の人は本当にあに運転免許とかですね返上しちゃった方がいいしバイクとか車とか絶対乗らない方がいいんですけれども、えー、僕の後輩がアルコール依存症から脱出したきっかけは結婚だったんですけど まあそういった周りにですね、本当にこの人は自分が支えてあげなきゃっていうふうに思うぐらい、もう本当に献身的な対応してくれるような人が周りにいればですね、もしかしたら買われるかもしれないんですけれども、いない場合、自分から抜け出すのはですね、かなりこれは至難の技だと思います。え、アルコール、もう本当にあの、まあ日本国中、つつうら,うらで買うことできますし、え、安いですから、 あの、しかも合法的に変えますので、ええー、なかなか、まあ、脱することってのは難しいと。まあ、実際、そのアルコール依存症を脱した人もですね、まあ、とあるきっかけで、例えばですね、その愛する人に裏切られたとか、ええー、なんか本当に仕事でめちゃくちゃ嫌なことがあったとかですね、そういったきっかけでまた再び飲酒に走ってしまうリスクを抱えながらずっと生きていくし、 えー、そういったアルコール依存症専門の、その、医師のお話によれば、一、まあ、回辞めた人が再び始めると、まあ、前回よりもひどくなるということでですね、リスクを抱えた状態で、えー、過ごすことになると思います。僕もあの、刑務所に入ってたんですけど、一、えー、人、 アルコール依存症で、えー、交通事故かなんかを起こして、人身事故を起こして、それも1回や2回じゃなくて、複数回起こして、ついに刑務所に入って、多分あの人懲役2年だったと思うんですけど、えー、まあ、それぐらいになってくるとですね、もう体にも結構負担がかかってきて、僕なんかですね、もう、えー、2回ぐらい血液検査したんですけど、刑務所入って、えー、もうガンマ GTP の、 えー、数値がですね、10代まで、えー、下がるぐらい、えー、肝臓がめちゃくちゃ健康になったんですけど、その人は、まあ1年以上お酒をやめてるにもかかわらず200とか300ぐらいの数値がありました。えー、どうもやっぱりそのアルコールが体に残りやすい人とかですね、そういった人たち依存症になりがちなようです。えー、その人がすごかったのはですね、 あの、お昼ご飯をですね、みんなで工場で食べるんですけれども、えー、その時にですね、アルコール消毒するじゃないですか。本当に新型コロナウイルス対策でですね、いろんなところでアルコール対策、アルコールの、そのね、スプレー、もう普通にみんなするようになりましたけど、まあ刑務所みたいな集団生活をしてるところは感染症対策ってのは昔から、あの、ちゃんとしていて、まあそういったところでですね、アルコール消毒をするんです。そしたらもうその人、もうこれですよ。 <laughs> いやーいいねーってこういう風に向かってもう少しでもこうアルコールの体験ができて「<laughs> あーいいね」みたいな本当と恍惚の表情を浮かべてましたが「うんあなたはまた外に出て同じことを繰り返してまた刑務所に戻ってくるんじゃないかな」っていう風に思えるような方だったんですけどあのー、本当にアルコール依存症の方は。 アルコールさえ飲まなければ、温厚で仕事もできる、ちゃんとした人だったんです、その人も。もなので、えー、刑務所には行ってほしくないですけど、あのー、ね、アルコール依存症から出してください。ドルシュイ。